だから名簿をね、それをね、シュレッダーにかけたとかさ、そんなことをしたらまずいかんしやね、それでありませんけど、みんな言ってるでしょ、今の時代から元があるやん、はい、でデジタルのデータもあるはずですから、それを復元できる可能性ありますからね、うん、それ出してやりゃええのに、うん、上から言われてるでしょ、上からというか安倍さんが言うてるでしょ、安倍さん自体は海でしょ、思いません、俺多分みんな思ってると思うわ、とにかく安倍さんにもやめてもらって、うん、まあ自民党の人がやったってええけどね、この後、うん、とにかく安倍さんが上におったらあかんて、なんとなくこの一連の流れを見てると皆さんやっぱり気を使ってる、まあ、よく忖度っていう言葉使いますしてるんじゃないかなと思ってしまうんですよね、一つ一つ。